タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。虎の楽屋トーク。虎の楽屋トーク。ですね、サンエイトさんが移転しまして、初のね、この綺麗な俺の街はい、景色での楽屋トークを始めていきたいと思いますけれども、今日のテーマはですね、再チャレンジ、これについてちょっとやっていきたいなと思いますけど、ここはいつも聞いて申し訳ないです、林さん。はい。今日実はね、再チャレンジの方がいらっしゃったわけですけども、はい、ここで問題です。はい。今までに再チャレンジは何人ぐらいされましたか？全然わかんなきゃ、適当に10人。はい、答えは8組でした。おお、はい、林さん、覚えてるのだけでいいからちょっと言ってもらっていいですか？林田くん。はい。お。再チャレンジね、再チャレンジ。はい、再チャレンジ。体操もそう。あ、そうそう。はい。はい。塾の人もそうじゃないですか。コンピュープログラミング。おお、はいはいはい、はい。中澤さん。中澤さん。はい。マネーの虎時代はカウントしない。カウントしないです。はい。どうですか。トマピ覚えてる人いない？今かぶっちゃいましたね、今出ちゃいましたね、全員。じゃあ順番にいきます。順にいきますね。最初の再チャレンジがプログラミングスクールの中澤さんです、はい、2番目が VR の井上さん、3番目がハラールショップのシャーク、4番目、これ忘れちゃうから、ゴーケスさん、はい、5番が林田君です。おで6番がゴーロックの谷口さん、おで7番がタイさんですね、はい、で8番がこれ OK です、臼井さんということになりました。はい。ということで、今までは8組がね、再チャレンジしたんですけど、オール多そうです。そうなんですよ。実は、ほとんどがオールになってます。で、シャーさんも条件付きオールになったんですけれども、ご本人から翌日に辞退の連絡が入った。なんで、実はナッシングはシャーさんだけなんですよ。で、条件が付いてる人が2人います。まずはタイさんですね。タイさんは、3ヶ月で面白かったなあの回、50万円の利益を出したどうかっていうこと で実は今回のこの臼井さんも条件がついたという形になりました、うん、さあ、で僕今日皆さんに聞きたいのは、この再チャレンジって視聴者のコメントは、賛否両論なんですよ。やめろとどうせ身内やろみたいなの、うん、とつまんないとかっていうのはあるんですね、うん、でも片方で視聴者は、いや昔と違ってこういう再チャレンジっていう仕組みを作ってくれる令和の虎ってあったかくていいですよねっていうのもあります、うん、どうですか個人的な。まあ単純に同じ人を2回目見たら視聴者としてはハードル上がっちゃうなっていうのも分かるし、うん、逆になんかその思い出がある志願者だったら感動も深まるなっていうのも分かるですね。確かにどっちもありますね。ヤンさんどうですか。僕基本反対です。反対。その心は1回のチャレンジに全力をかけてほしいからです。なるほど、はい、竹野さんはどうですか。同じです。ヤンさんと同じですよね、はい、結局次も同じようなものになってしまう可能性も、ね、はらんでるし、で準備が例えばこれがダメだったから次違うものっていうのって軽いものが来そうじゃないですか。うん、その時点で面白くないやろなって想像してしまいますよ。わかりました。小川さんどうですか。いや、そう思いました。頑張ってくるわけだ。再チャレンジダメ。この回ってくるまではいいんじゃないのって言うんですよ。いいんじゃないの派でしたが、ダメです。もうダメダメダメです。林さんはどうですか。再チャレンジは、まあ、視聴者厳しいことも分かってるんですけど、はい、その意外ともう人となりが分かってたり、自己紹介が省けるんで、うん、より深い話ができるような気はしてますね、うん、より踏み込んだことで、今回のね、臼井さんだってもう基本的なことは飛ばしてデモみたいな話ができたじゃないですか、うん、なんでそういう良さはあるのと、うん、あと志願者が不足してるんで運営上難しいと、うん、再チャレンジ禁止すると番組が持たない可能性もあるんで、そういう事情も組んでいただいてですね、志願者がどんどん増えたら再チャレンジ禁止にしてもいいけど、まだ再チャレンジ OK しておかないと回らないんじゃないかなってのが僕の意見です。リアルですね。林さんが今ね、チャンネルのことを心配して言っていただいたことでちょっと付け加えると、
今月が3月ですね、はい、3月は志願者の応募が30名を超えました。おお、足りてる。ただオンラインサロンのブログには書いてあるんですが、大体6割ぐらい企画書で消えるんですね。そうすると30人の6割で18人消えるので、12人しか残らないです。なるほど。12人の中で全部面談してやっていくと、あ、じゃあお願いしますねって言ってて2日ぐらいして突然消えるっていう、逃げちゃうのとかがあって、なんとか9人っていうのが今現状なので、足りてるか足りてないかっていえば確かにまだ応募は多いんですけど、足りてるとはとても言えない。企画書の段階で消えてる人たちって、はい、それ自ら引いていくんですか？そうです。はい、こちらがダメって言ったわけじゃなくて、そういうことなんですね。こんなにいちいちやらなきゃいけないんだったらもう俺無理だって言って軽い気持ちで来ちゃってるんで引いてる。視聴者確かに紙見てないですからね、あれが重いって思ってるんですね、はい、じゃあ軽い気持ちでも来てほしいんで、そう軽い気持ちのやつ増やしましょう。だから企画書書いてもいいかなっていう気がするんですけどね。その結構予算変えたりとか激しいじゃない、はいはいはい、あるのなくして、うん、逆にどんなのでも来ても、うん、お金とかやるでもいいし、それが勉強になるじゃない。余計に高見さんがずっと怒るようになりますよ、まあ、そうかもそれが面白いです岩井社長がなんかそのよくコメント欄で、なんか岩井社長がもっと選べって書いてるんですけど、はい、僕は全然思ってなくて、全然選ばないでほしい。そこそこの人に来たの。1年前、僕はなんかちょっと来てくださいとか言ってなんか説教した桑さんのことじゃん。あれは選んだ方がいいって話じゃなくて、今一瞬して選ばない方がいいって話ですね。そういう経験がございます、はい、本当にそのハードルってもう少し下げた方がいいな、うん、僕もそう思ってるのは、面白いやつがあんまり来ないかな。いや、ね、そうはい、なんか逆にその再挑戦のハードルはちょっと上げたいところはありますよね、うん、ありだけどちょっともうちょっとなんか盛り上がる人っていうか、うん、いい授業とか盛り上がる人とか、前回盛り上がった人とかに限定した方がいいんじゃないかなって気もしてて、再挑戦のことが来ると2回目でしょっていうのでめちゃめちゃ厳しくしちゃうんですよ自分は、うん、でなんかその結果萎縮して盛り上がったことがあるとか、いろいろあると思うんですけど、僕は実際に再チャレンジの方を受けといて言うのなんですけど、できたら来ないでほしいです。もう精神上やばい、余計にオールになってほしいから、しんどいですよ。深いなぁ主催本当にそうなんですよ、深い本当にそう思うんで、あーと思って、はい、思います。なんかもう敗者復活戦みたいなのを別で企画して、それ勝ったら出られるみたいな、再挑戦とか、再挑戦はめちゃくちゃ厳しくていいと思ってて、はい、1回目のチャレンジはできるだけ選ばないで、うん、2回目のチャレンジはできるだけ選んだ方がいい。なるほどね、はい、ちょっとこれ検討しましょうかね、じゃあね、関係して企画書読む時間もない方がいいかなって思いますね。そうする方が視聴者と目線が一緒になれるかなと思って、先に予習できちゃうんで、だ逆に企画書ないぐらいの方が視聴者と一緒になる、うん、だけど、ね、企画書が適当に書いてあると全然準備してないじゃないかって突っ込まれたりもするけどね、それが難しいですけどね。だからなんか企画書の個性でしたよね、その最初の頃って、そのオリジナルで向こうが作ってくるか来ないかのあれもあったじゃないですか、だから作ってきたらおすごいねってなるし、作ってこなかったらあないんだねってなるし、なんかもう個性でいいんじゃないかなと思って、合理化が個性を殺しちゃったって感じだったね今、まあ、若干あるかもしれない、ね、そういう要素として。逆にマネトラの時代はどういう企画書が決まったフォーマットみたいなのか、全くないです。あ、なかった、全くないです、うん、紙が配られない、うん、そもそもその通り収録がめちゃくちゃ長いですよね。長い、はい、大体1人当て3時間、うん、はい、それはきついな。だからね、その紙によって僕たちが助かってる部分もあるわけですよね、うん、フォーマットに収まってる、うん、めっちゃ簡単でいいですけどね、アンケートみたいな、A41 枚、うん、にしますか。でもね、結局その最後の収支の数字って今まであそこって結構突っ込まれたりするじゃないですか、うん、でも全くなくなっちゃって大丈夫ですよ。そこを番組内で突っ込みたいですよね。なるほど、うん、僕たち見てるから分かってるんですけど、視聴者は、ね、見てないので、うんうん、確かにもう番組内で聞いてしまうべき。最初にこれぐらい売り上げ上がりますって要所だけ言ってくれたら、確かに質問の時間が増えていいかもしれないですね、うん、やり取りが増えて。試しに1ヶ月紙なしでやってみますか。お、面白いよ、はい、でけど多分そうしたらその次の月やっぱ紙あったもんねって可能性全然あると思いますよ。そうするに収録時間は絶対長くなりますから、ね、やだな、はい、それ
すいません、今1時開始が、12時開始で8時終わりとかなっても OK なら何ぼと僕はやりますよ。ですよね。いかがでしょうか。いや僕は嫌です。でもなんか一回やってみてもいいかもしれないですよね。どうですかね。いやそれも志願者の人が端的に伝えるってことが多分大事になってくるんで、うん、あんだけ話長くなくなってくるんじゃないかなと。いやけど長い人は長いと思う。でもタイマー鳴るまでにしちゃうとか毎回。そう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 。ね、途中だったら途中でもうオールはなしで行きますって言って。なるほど。ちょっと面白いもん。意外とそれありかも。いやもう、はい、基本的にって、はい、もう、まあ、話の途中でもプレゼンとかもそうですし、対話しますけど。あ、僕らの質問もうまく切り返してうまくさばいていかなきゃいけないっていう、そう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 、簡潔に答えていくっていう。でも企画書の、があることによって最低限の人が省かれてる、効果はあると思うんですよ。会話が成り立たないとかそういう、だけどそういう人混ざってきて、なおかつその何だろうな、企画書が書けない人でなおかつ話が短くて端的っていう可能性はあんまりないような気もするんですよね。そこでもないですかね。あ、タイマーなっちゃったで面白いじゃないですか。全然伝わんなかった。でもそれもちゃんと1時間以上とかやってっていう感じ。ちょっと5月はいろいろチャレンジの月にしてみましょうかね。面白いかもしれない。いや、お話できてよかったです。ありがとうございました。今日はこのところで。はい、どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。令和の虎はタイガーファンディングだけじゃないんです。その他のコンテンツは、令和の虎ガイデン。これも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